シエルブルー鹿屋1年目福坂浩介です。客室はスプリンターです。よろしくお願いします。そうですね、まあ、福ちゃんとか、まあ、下の名前が浩介なんですけど、なぜかわからないですけど、なんかコスコスとか、まあそんな感じで呼ばれてます。基本的にチームで練習してて、で、まあ、その授業の合間合間で、まあ、距離を自分で一人で走って距離を稼ぐっていう感じです。目標としている選手はやっぱり金谷の OB である橋本英也選手で、まあ、ツールド北海道の時に一緒に走らせていただいたんですけど、まあ、走り方もまあかっこよくて、なんか力強い走りで、まあ、オリンピックにも出てますし、まあ、憧れの選手ではあります。同級の、今期ブリヂストンに入った山下虎之介選手とか、GCL チーム強の大中陸選手は、まあ、高校の頃からもう一緒にレースで何とか走ってて、まあ、結構ライバル視している選手であります。チーム全体としてはもう結構いい雰囲気で、まあ、みんなそうですね、まあ、優しくて、まあ、とても話しやすいですし、まあ、ちゃんとチームの連携もしっかりしているので、まあ、チームとして、まあ、とてもいいチームだと思います。自分はストレッチを取り入れて、でアップ中は、まあ、そのアップテンポの、まあ、音楽を聴いて、まあ、そのレースに向けて、まあ、テンションというか上げていく感じで、そのレースが始まる前に、まあ、できるだけそのエネルギーを蓄えるためになんかバナナとかそういう固形物を、まあ、取るようにはしてます。服ですか？そうですね、まあ、なんか話しかけられたら、まあ、結構嬉しいですね。じゃあでもレース前のアップとかはちょっとあんまやってほしくないですけど、はい、今シーズンは、まあ、自分は1年目なので、まずはチームで任された役割をしっかりとこなして、シェルブルーカネアのジャージを表彰台に乗せれるようにチームをアシストしていけるように頑張っていきたいと思います。